お前は神の代弁者を語り、民衆を混乱に陥れた。お前は神を冒涜した異端者だ。神より授かった女という姓を拒み、その男を真似た姿も異端である証。回収の望みすらなく、もはや神に仇をなす異端者には死をもって罰するより他ない。よって我がサントワン仮説法廷は魔女ジャンヌダルクに対し居やぶりの刑を言い渡す。誰が魔女だ。はい、始まるぞ。あいつが魔女だ。まだ幼い娘よ。騙されるな。奴は娘の姿を打ち割る悪魔の使いだ。魔女を焼き殺せ。魔女火あぶりにしろ。ルアンダ怒りと疑惑に燃え上がる人々の蔑む目が私に向けられる。私を信じて確かに聞いた神様の声を誠の王に仕えこの国を救えと命じられた。それは悪魔の声に他ならぬ。神の声は神に仕えるものを飲み聞ける。全ては虚言だ。お前は神を語る罪深き者、偽りの王に仕えこの国を奪おうと目論んだ。あれは神様の声よ。あなたたちは間違ってるのはお前だ。神様の声に耳を傾けるべきだわ。なぜ神は我らではなくお前のような小娘に語りかけたのか。それはあなたたちが心から神様を信じてないから。何をバカなことを。この娘はやはり狂ってる。その口から飛ばれる章を悪魔のささやき火にかけよう。の愛すら慎み死ぬ顔を返すことなく流してしまえ。魔女を家庭内に捧げよ。その体を燃やし尽くし滅ぼせ。魔女を家庭内に捧げよ。その魂燃やし尽くし滅ぼせ。魔女を魔女を魔女を家庭内に捧げよ。神様、どうしてこの人たちは信じてくれないのですか。処刑台に火を放て。何をしておる。早くやるのだ。神様、私はあなたに全てをお委ねします。1431年イングランドとフランスの後に百年戦争と呼ばれる戦いが続く最中、イングランド軍に包囲されたオルレアンを解放し聖女と称えられたジャンヌ・ダルクはフランスのルーアンで魔女の汚名をかぶされ生きたまま火あぶりの刑に処された。神の声を聞き敵国に侵略された故郷を取り戻すために戦ったジャンヌ・ダルク。しかし人々は知らない歴史に埋もれたもう一つのジャンヌの、いいえ、ジャンヌたちの物語があったことを。We'll be right back.
うだったわ。私の名前はベル・アングラード。職業は小説家って言いたいところだけど、まだヒット作に恵まれてなくて、新聞社からもらう細かい文章仕事で何とか食べていってるって感じ。でもいつかは傑作を書いて有名作家の仲間入りするんだから。まあそんなわけで、私は今度の新作の題材を探しているうちに、歴史に埋もれたもう一つのジャンヌの物語に出会った。ジャンヌが火炙りの刑に処されてから5年後、フランスのロレーヌ地方にあるメスという町、イングランドとの戦争はまだ続いていて、当時メスはイングランドの占領下にあった。いつこの町が戦火に包まれるのか予断の許される中、人々は穏やかではない日々を送っていた。ねえ、ちょっとそこのあなた。え、何、私？ジジ見なかった？ジジ？花売り娘よ。いつもこの辺りで花を売ってる。いえ、見てないけど。もうあの子ったらどこ行ったのかしら。ジジ？ジジ？1436年メスの町、もう一つのジャンヌの物語はこの町で始まる。酒を持ってこい。これは可愛い。